はい。えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あのー、この恋を温めますかですね、そちらが2話まで終わりましたんで、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。今日お話しすることがですね、えっ、ー、と、こちらですね、こちらと、えっ、ー、と、こちらと、はい、そんな感じのお話になりますので、よろしくお願いいたしますと。はい。よいしょ。はい。じゃあ、まず一応、相関図見ていきましょうね。相関図が、 なんとなくこういう感じになってますって感じですね。こうして見るとね、意外と人も多いんですよね。うんこんな感じ、主演の森七菜さんと中村智也さんおられて、山本浩二さんおられてって感じですよね。でこっこちと っ会社ですね。会社と、まあ、あとコンビニの方もあるよと。うん、そんな感じですね。そういう意味では、その森七菜さんの主役の、その、こっちで入っての活躍と、あとはこっちの方で、まあ、家的な感じですよね。あの、ホーム的な感じでこちらが書かれてると。そんな感じなんですよね。で、お話しすることが一応こちらになるんですけど、 こちらで、すねでまずはですね、こちらも全てお見通しキャラですね。まあ、今日の最後の方でちょっと出てきましたけど、まあ、漫画とかでよ,よくある、まあ、全部を見通せるキャラですよね。うん、実はこうだったなって今日ね、あの、こちらの。 誰だっけ市川美香子さんですねが市岡さんがあの浅羽さんに言われてましたけどそういうのってドラマの中で面白いのか面白くないのかがちょっとよくわからないってとこなんですよね。で漫画とかであれば、まあ、そういうなんだろうな、まあ、ド S キャラとかそういうのよく出てくは来るんですけどそこをその実写のドラマでやっていくのはなんか意外と難しいんじゃないのかなっていう。 感じがしてるって感じです、ね、あとはそあのまあ自分がちょっと思うんですけど全てをお見通しできる人なんていないじゃないですか世の中には。<laughs> まあ後付けはできますけどいや僕はそう俺のお見通しどおりだなっていうことはできますけどだからそれを実写で言ってしまうとどうしてもなんかうさんくさ,うさ,んくさいっつうかなんだろうなうーん,なんかそんな人いないじゃないっていう。 感じになんかか思えちゃうからどうしてもこの中村倫也さんが演じてるこの社長の役がなんとなくなんかこうふんわりしちゃうって感じにはちょっとなっちゃうんじゃないのかなと思ってますって感じですね。うんまあそれはちょっと漫画とドラマのちょっと違いかもしれませんよね。うん 役とととかか演技そそういういい問題ででもないとそんなん感じですねただ、このドラマに関しては、えっ、ー、と、これ、漫画原作とかじゃないんで、まあ、ある程度少女漫画ですね、あのー、受けてる、その、なんか恋愛ドラマとかのやつをフォーマットに、フォーマットというかね、そこのいいところを取り入れて作ろうとされてる感じはするって感じですね。ただ、その割には意外と人間ドラマ的な部分もやっぱ見せたいっていうのは多分あると思うんですよね。だから今日で言えば、 こちらの方ですねお仕事をする上でこうなってきてとかその市川美香子さんですねこちらの市岡さんが外れることによってまたその所内の空気署内というかその ね、こっちあの空気が変わってきますよねって、スイーツ化ですね。スイーツ化の雰囲気も変わってきますよねとか、そういう、あまあ確かにそういうことはあるよな、みたいなところも多分見せたかったりとか、そうですよね。あと元の出会ったりとかっていうところもあって、いろんな要素がもしかしてちょっと入りすぎてて、なんとなくボケちゃうのかなって感じをちょっとしてるって感じですね。で、あと、いわゆるその新人ものですね。新人がまあ入ってくるよって形のお話にするとするとすると、まあ、 簡単に言えば、ちょっと嫌な嫌味な上司とかがなんとなく出てきて良さそうなもんなんだけど、そこも意外と普通の人間ドラマっぽくしてるから、極端な、そのなんだろうなう、いわゆる新人物の時のきの、ちょっと口うるさいけどなんとかっていうところに当たる人がいるような、いないようなって感じですよね。それがまあ社長さんになっ,ちゃって てるのかなだからその辺もちょっと不思議な感じなんですよね。だからこちらに対立するなんかがちょっとふわっとしてるから見にくいのかなみたいな感じで思ってるって感じですね。でそれをちょっと思ったのは何だろうまあい,いかまあ他のドラマとかね昔のドラマとかもそうなんですけど、うん、やっぱりそうなのかなってその方がまあ ベタですけど見やすくなるのかなって感じですよね。であとこの社長の位置取りもやっぱり、まあ、ここから左遷されてきたっていう、うん、まあわかるのはわかるんですけどね。うん、でそこにももちろんドラマができるだろうしただ作る側としてはやっぱり一応いろんなところにドラマが作りやすいようにこうしてたんじゃないのかなって思うって感じですね。うん そうで,すよ、ね、でこの人とかの,のセリフとかもちょっと面白かったんですけどね「チョッキって書きなさいよ」みたいなねあそこのところとかもなんか言い方も好きでしたしそうですしまあ1話で言えばそのタイガさんですね <laughs> まあ問題のタイガさんのある壁ドンみたいなやつもあれもちょっと面白かったしなんかで、ね、んか忘れたけどねなんか忘れたけど面白かったと、うん、<laughs> やる人によってなんかコメディーにもなるんだなとも思いましたし 面白いところはあるけどって感じですかね、うん。はい、そんな感じですね。で、あとはその、まあ森七さん、今度は森七さんの方のあれなんですけど、やっぱりセリフがちょっと幼いのかなっていう感じがしてるって感じですね。それは演技が幼いんじゃなくて、その出してもらうそのセリフがですね、やっぱちょっと幼いのかなと、なんか画札でなんとかっていうのは分かるのは分かるんですけど、なんだろうなぁ。 そそれこそなんか中学生高校生だったらなんとなくわかるんですけどだからそのご飯粒をつけてとかねがついてたぞとかいうのもなんかちょっと <laughs> ちょっと微妙な感じがしちゃうっていう感じかな何からエピソードはちょっと幼くてって感じですよねあとは実際の,の21なんか役でいったなんか21歳の役みたいなんですよねこの森七菜さんが演じるこの人ですね井上貴樹さんっていうことがそうなんですけどにして を、まあ、森七菜さんっていう19歳の方が演じるんですけどそれもあって余計難しいのかなとかあと顔的には大人っぽい顔にも見えるってことですよねなんか石橋静香さんもそうですしまあ幼く見せようとちょっとはしてしてるんですけどだからそれも難しいんですねで森七菜さんで言ったらちょっと全然別のドラマになりますけど。 こっちですねあの子の夢を見たんですっていうのでこの3はですね高校生かなんかの役を多分やられてたんですよねこれですねやられてたんですけどその時はなんかドンピシャだったんですよね、うん、自分も名前だけ知っててねお芝居を初めて見たんですけどちゃんとそんな感じになってたしっていうところから考えるとそうですよねちょっとセリフと,と役とそうですよね 21歳にしてはちょっと幼いにセリフになっちゃってるのかなって感じもしますね。だから漫画の設定だったら21歳でも幼くても別に大丈夫は大丈夫なんですけど実写にするとやっぱちょっと幼すぎるかなみたいな感じもするって感じですかね。うん、でそこにちょっと少女が それがちちょょっっっっととと難しさななのかなとちょっと思ててますす感じですねあとこちらですね。だから、あの、選ばれる人と選ばれなかった人ですね。まあ、これに,に関しては、まあ、普通の人であればね、誰しもちょそういう経験もしたこともあるし、ちょっとベタな場面なんですけど、ここに関しても、結局、なんだろうな、感情移感情移入っていうか、うーん。 気持ちとしては分かるんだけどスコンと入っっっててきづらかったってい,ういう感じですねうんまあそういう意味では、まあ、例えば受験に落ちちゃったとかまあ例えば小学生の運動会だったら一等取ろうと思ったけど負けちゃったとかねそういうのはまあ普通にシンプルになんかこう感情がまあ見てる側としてですね感情が動くとこだったんですけどそこをなんかちょっと動かしづらいとかその そうですよね。大人子供みたいな感じですよね。だからギリギリですよね。だから30歳でそんなことで泣いてたら、そんなことで泣くなよバカってなるんだけど、でも、これが中学生とか、まあ、高校生とかだったら、あ、そういうこともあるよな、みたいな、なんとなく思い出しの感情移入もできるんですけど、そこも絶妙に、にいけそうだ、行け、けそうでいけないみたいな感じになっちゃってたって感じですね。うん。だから全体としてはそんな感じに。 なってますっていう感じですよね。うん、そう思うとやっぱりちょっとごちゃごちゃ作りすぎたのかなぁ。ですよね。ほ、うん本当この人とこの人の関係とかもちょっと面白いはずではあるんですけどね。うん、まあただ通常で言えばなんか一人でいいような気もしないでもないし。 あと顔と、ね、スタなんかちょっとそこをなんか若干かぶっちゃってるような気もするし難しいですよね。でも若手の方ってなんかねちょっと雑談になりますけどだんだんほらいろんなドラマとかをこう出てきたら やっっっぱりこの人の人使いい方っててなななんとなく分かってくかるじゃないですかでそれに対してその役者さんもちゃんと答えてって感じになってくるんですけどやっぱ石橋静香さんであったりとか森七々さんとかは本当にまだね新人さんってもうも自分が言うのもなんかちょっとおこがましいんですけど新しい役者さんの方なんでどこにどうこうあれしたらっていうのがなんか合ってるようなってないやなで全然本人自体は悪くないんですけどねって感じ。 いいですかね、まあそんな感じですね。で山本浩二さんもまだちょっとよくわからない感じなんですよね、うん。お芝居はそれぞれちゃんとされてるんですけどね。うん、まああとここもそうですよね。その弟鬼、まあ、兄弟です。あれあ地元の後輩か後輩って感じなんですけどそこもなんかこう行ってるような行かないようなみたいなそうですよね。自分ちょっと兄弟と勘違いしてたかな。 うん、そんな感じになってるって感じですね。ちょっといろいろ関係を作りすぎたのかな、うん。一応そんな感じのお話ですって感じですね。うん。まあでもここかな。やっぱもう難しいですよね。その仲間智也さんも今そういう、まあ、いわゆるその漫画であるようなそのイケメン役とかをされてるんですけど。 そこって難しいいと <laughs> と本当に大変だと思いますですからもうぜひもう頑張ってこう面白い感じにねあの話としてなっていけばいいかなと思ってますので、まあ、今後ですねあのー、ぐんぐんぐん伸びていく場合もあると思いますのでその辺を楽しみにして見に行こうと思ってま見て,見ていこうと思ってます花太郎でした失礼します。